系のゲームやりますよー。ゆっくり実況、始まるよ。薬物系。いやマジなんだってほんと。ってことで早速ストーリーの紹介。ある日キテレツは夢の世界で遊ぶことのできる夢見鏡を発明して、でコロスケは早速試してみるなりってなるんだけど、でもキテレツはミヨちゃんを呼ぶかってなって、でもその間にブタゴリラとトンガリが来て、夢見鏡終わってしまいました。これは大変なり。そして夢見鏡が暴走するという事件。結果5人は悪夢の世界へ転生したなり。なりって言いたいだけじゃないの。ってことでここからいよいよ始まります薬物系アクション。薬物系アクション。そんなわけでの始まりはこんな感じ。なんか空中にテレビがある。空中にテレビがある理由なんてのは考えてはいけません。夢だからですか？そういうこと。まあ夢だったら何でも許されますもんね。そしてこのゲームの基本ルールなんだけど、うん、まずこれはおかしいだろってのが、こんな感じで重力を逆転させることができるという夢。これなんなのよ。上ボタンを押しながらだと天井に着地することができるという不思議っていう夢なんで。夢ねー。あと先に説明しておきたいのはですね、こんな感じで隠し部屋的なところもありまして。ほう、隠し部屋ですか。ってことでの謎の電球部屋。早速不気味な感じ。電球は触ったらライフが減るピテ。早速当たった。そして左下にある黄色の本みたいなキテレツ大百科まで向かっていっての。で大百科に乗って下を押すとですね、今回はキテレツ地獄を作りましょうの発明タイム。キテレツ地獄ってことで、いるんだ。オラ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 、できました。早かったってな感じで、その辺に落ちてるコインを拾って、でそのコインを使って必要に応じて何らかのアイテムを発明して、最終的にこの悪夢から抜け出しましょうってのが目的。とりあえずなんとなく理解。あとこのゲームは残機性なしのライフ性となっておりまして、おっと、それどころじゃない。によって人が巨大化してる。巨大化なので、とりあえず電話。キテレツくん大きくなってしまって出られないの。だってさ。だってさじゃないってば。そんな時はキテレツ大百科の力。ってことで今回は如意光という名のスモールライトを作りましょう。あ、そんなのあったねー。オラ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 、できました。やっぱり早かった。そんなこんなで如意光ができたので、ミヨちゃんに向かって B ボタンで如意光を発動。オラ、お、小さくなった。ってことでミヨちゃんを救出しましたとさ。そして次のステージ、またなんか状況がおかしい感じがしますが、まあ夢の中なんで。夢ねー。ってことで今回は酸素クリームを発明しましょうのミッション。では、テラ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 、できました。早かった。でこの酸素クリームは何に使うのさ。ああ、それはこの右にある電話で聞いてみる。ここから出るためには酸素クリームを作るなり、そしてブロックに逆さに。うって怖いんですけど。ちょっとホラーでしたねー。そんなわけで逆さになれと言われたので、ここでオラッと落ちてった。するとンティティの海ステージ。絶対ンティティは言ってないでしょうよ。いや言ってるんだってマジ。ほんとですかねー。あ、出た。だから状況なんとかしなさいって。いや状況がおかしいのはヨウムさんじゃなくてこのゲームだってマジ。そうですかねー。ってことで今回の発明タイムは宝物探知機。では位置について。オラ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 、できました。わかったってば。ってことで発明品のおかげでNTTのコインが出現。だからNTTなんて絶対言ってないでしょうよ。いや言ってるんだってマジ。また出てきそうな予感。やっぱり。ほら言ってた。無理やり言わせたんじゃないの。ってことでNTTの水中ステージはこれで終了のようです。次はどんな感じなのか。ここからマジで本番のやつだぞマジ。何がマジなのさ。実はこのゲーム、一緒についてきてるヤーツは全員敵からの当たり判定もあって、おまけに仲間が落ちてもキテレツの体力が奪われるという地獄。おまけに思うようについてきてくれないんですよね。マジでそうなんよ。
だけどうまいこと調教すると、こんな感じで別行動も可能。なんか慣れてない感じが伝わってきますが、まずこうやって天地反転の、そしてミヨちゃんの方に体力回復のハート発見。でも種を飛ばしてくる変なやつ注意の。変なやつ。でも結局当たっちゃって。なんだかんだ操作が無人ですよね。基本はキテレツに連動して動く感じではあるんだけど、ちょいちょい仲間は暴走モードに入るんで操作が無人っすよね。マジ暴走モードねー。そしてあんたはなんで逆さまになってんのよ。いや、こうやってゲームしたらどうなるかって思ったんすけど、ただ無軸なっただけでした。そりゃそうだ。ってことで何やら不安しかありませんが、このステージはそろそろクリアでしょうか。このピンクの台に乗るとステージクリアからの、また情緒不安定系の音楽が。そしてさらに、さらにってなんでエンマ様が出てきてバッハなのよ。だから情緒系なんだってマジで。そしてここでエンマ様からパスワードを教えてくれるという親切。でもまだまだドラッグ系情緒はこんなもんじゃねえぞ。ほんとドラッグ系情緒ってことで、今さようなら。そして始まりました次のステージ。またなんか危険な風味のステージ。あ、そういえばこのゲームの操作に関してなんだけど、うん、上ボタンを押しながら天井にぶつかると重力反転がどうのって言ったけど、もしも重力反転した状態で上に落ちると穴に落ちたのと同じ判定になるんで注意。上に落ちるっていう表現も意味わかんないですが、ちなみに落ちるとハートが3つなくなって一定の場所からやり直しになります。なるほど、一発さようならではないのね。でこの後よ、ここで重力反転の、行くぞーら。で落ちちゃった。上に落ちた。ってことで戻ってきました。おや、大謎の動き。この重力反転タイミングも結構無人ですよね。いやマジでな。でまたキテレツ大百科がありますが、では発明タイム行きましょう。今回の発明は念力棒。念力を使えるようになる帽子だ。ではいざ尋常に。このやろ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 。できました。わかったってば。ってことで今作った念力棒をこの謎の岩の右側で B ボタンで使うとあら不思議。岩が浮いた。そしてこんな感じで岩が勝手に落ちての、右からコインが落ちてきて、撃って言ってたコロスケも助けましたとさ。あの撃ってのはここに捕まったあれだったのね。そしてまだまだ続く情緒系ステージ。ここで謎のでけえ電球の配線をジャンプでオラオラっと繋げての、あーまたカオスなやつ。そしてここからはコロスケも一緒に行動しなきゃならんってことで、この言うこと聞かない幼女と侍を連れて歩くのはマジで無人やつ。幼女と侍。でも仲間が不穏な行動を取ったらセレクトボタンで招集できるんですよね。なんならセレクトボタンを連打しないときちいよマジ。おーコロスケ暴走すんなオラ。これは大変そうだ。こやつらみんなインナミなんじゃねえか。ほんとインナミってことで、決まってる仲間を連れて行動するのも大変だということで、ここでイポップさんからの救済措置があるとかなんとか。救済措置ですか。さすがにインナミ二人を連れてくのはきちいでしょということで、この雲の上に行きますとですね、こんな感じの謎の場所に到着してですね、また謎の雰囲気の場所だ。そしてここであっちこっちうろうろしていると、なぜかインナミ女がさらわれるという神。だからインナミじゃないでしょうよ。ってことで仲間が減ったことで難易度もちょっと下がるという謎。仲間が減ったら難易度が下がるっていうシステムもさ。いやでも実際そうなんだってマジ。本当に仲間が邪魔でしかないんですよね。そしてなんだかんだでのいよいよボス戦。この変なタコみたいのは、下からボールをラッとやって攻撃して、全部で5発のダメージを与えたら倒せるはず。ボスはそんなに強くないんですか？敵が飛ばしてくる弾はちょっと避けにくいところはあるけども。でも今はハートが6個くらいあるからこれは多分大丈夫のやつ。ってことでのこのタコくらいオラ倒した。で BGM も情緒にじわじわダメージがきますね。このゲーム作った人もインナミだろ絶対。だからインナミというわけで、ピンクの板に乗ったら定期のステージクリアとなります。
BGM が怖い。っていう嫌がらせからの。さらに嫌がらせのバッハ。バッハ自体は嫌がらせではないでしょうよ。でもこのミスマッチは何度聞いてもカオスですよね。まあそれは確かに。では今度はまたどんな薬物を見せてもらえるのか。どんだけ薬物系なのさ。ってことで始まりました次のステージ。ここのステージの最初はハートがたくさん落ちてるんで、しっかり全部ゲットしておくようにしましょう。あ、ちなみにハートは最大9個まで持てるんで、たくさんあったら安心安全のやつ。そして何やらこの雲のところを下に降りていく様子。さあそしてお次は下界。おお、今回はまともな世界の予感。そう思うだろ。だって今までで一番まともじゃないの。しかしドラッグの世界を甘く見てはいけません。この森をずんずん進んでいくとですね、おっと突然侍の亡霊が見えるじゃありませんか。またどうして。結局謎の亡霊は何もしてこないんですけどね。ってことでジャンプしまくって亡霊あっち行け。そして次、ここは慎重にジャンプ。コロスケが落ちてった。そしてここまで戻されましてからの5分後、なんだかんだここまで舞い戻っての裏。今度は大丈夫だった。ちなみに今のところで下を押すと地下ステージに行けるとかなんとか。そうらしいっすね。まあでもこっちの方が時短で行けるんで、とりあえず余計なことはせずにここで反転からの戻る。またありえない動きが。でアルコールランプって使われなくなったとかなんとか。そうなの。なんか事故とかも多くて使われなくなったとかっていう噂で、コロスケ事故った。事故ったっていうか落ちたんでしょうよ。でも今度こそは、おら、もう勝手な行動すんなよこのちょんまげ。ちょんまげ。そして相変わらず陽気な BGM が流れておりますが、そろそろこのエリアもクリアでしょうかね。そうっすね。あ、謎の神だ。っていうまたメンタルを揺さぶってくるような BGM。絶対やってるだろこれ。やってるかもねー。そしてここからがまた注目の。注目の？無音。は？あ、皆様のスピーカーは正常です。でも無音なんですか？多分この無音はこのボス戦に関係してくると思うんですが。ボス戦？なんか出てきた。何よこの剣は。なんか最後のティーンで攻撃してくるっていう合図らしく。ほらティーンで落ちてきた。ティーンで落ちてきた。ってことでのティーンのボスさようなら。結局無音はティーンを聞きやすくするためだったんですかね。きっとそうなんじゃないすかね。知らんけど。知らんけど。ってことでまたアンティーティーの BGM。情緒が。って今回は発明はしないんですか。あー、ここの発明品は言うほど役に立たないやつなんで、今回はスルーしましょう。で相変わらず重力を反転させないといけないのね。にしてもちょいちょい見える変なキノコみたいのは何なんすかね。何なんだろね。危ないキノコなんすかね。やめなさいって。そしてここで何かが待っていそうなかっこよさげの BGM。 おお、これはなんかボス戦の予感。さあここでイポップさんはどんなボスを用意しているのか。今までのボスと違って強敵を準備しているのか、それともクソ雑魚みたいなボスを準備しているのか。さあ楽しみですねってな感じでズンズン行きますと、どうなるのか。結果、ボスなんていませんでしたとさ。どんだけサイコパスなのよ。ってことで完全に前回が薬物の気配しかしないやつ。不気味だ。そして定期のバッハ。音楽自体はすごくいいんだけどねー。扱い方が完全にいっちゃってますねマジ。謎にエンマ様の言葉遣いも丁寧なんですよねー。そうなんすよね。あー、そしてまた情緒系のやつ。ってことで情緒の人。はい。情緒の人だからさ。で、そろそろヨウムさん出しとかないと怒られるんじゃねえかっていう状況でして。何でもかんでも状況って言っておけばいいと思って。っていう状況ステージでした。そしてここから重力操作の本番で。本番ですか。まずこうして。そして一気に上に。コロスケ落ちちゃった。何してんのよ。
ってことでのやり直し。今度こそ、こうして、そして、ここでオラ、今度は成功した。そしてまたケロリローンのやつ。ケロリローン。この狭いところに挟まれた感じが仮面ライダークラブなんですよね。仮面ライダークラブねえ。で、マリサさん、マリサさん。はい、なんでしょうか。このゲームの全クリまではあとどれくらいになりそうなんですか。ああ、それですか。多分今くらいで折り返しちょいくらい進んだ感じだと思いますね。じゃあまだ半分はこの状況不安定系が続くと。いや、それマジ注意な。このゲームでなんとか状況がぶっ壊されないよう、最善の方法を注視しながら検討して、さらには慎重を見極めて検討に検討を重ねていきます、霧雨総理。ただただ検討って言いたかっただけじゃないの。っていう検討時ですね。何やら世の中では検討という言葉が流行ってるようで。流行ってるっていうのか何なのか。ってことでのボス戦の案もないと。こいつも特に倒し方は変わりませんで。とにかく弾をラッとやって5発くらい。おう、私を舐めんな。勝ったらすぐ調子乗る。ってことでこれでここのステージはクリア。ってことは、定期の。あー、やっぱり状況のやつ。ってことはこの後もやっぱりあの場所ですね。そうっすね。そんなわけで未だに理由がわからないこの BGM の謎。まあでも変な薬やりながらゲーム作ったらこうなるもんな。それはあんたの想像でしょうよ。そうでした。で、まだここからも薬物系は続くんですか？ああ、それは当然のやつですよ、マジ。またどんな感じのが出てくるのか。ではまずここで如意光の発明を。いざ。オラ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 。できました。あんたが一番サイコパスじゃないの。ってことで今回作った如意光なんですが、さっきとは違って今回は武器として使える様子。ほう。こんな感じでオラッと使うと、敵がちっちゃくなって当たり判定がなくなるというかね。今回は便利アイテムなのね。そしてこの後、ここで重力反転。それがおかしいんだよなぁ。そしてここにハートがあってちょっと回復。からの。アームタンティの人。だから情緒。まあこのステージは何なんだって思うかもしれないんすけど。そうだねー。でもそれは私が一番疑問に思ってるあれでして。っていう夢の話ですからしょうがないですよねー。夢にしてはめっちゃサイコパスじゃないの。まあでもこんなもんじゃないんすよこのサイケは。まだエスカレートするんですか。そんなわけでこの入り口からこっちに出ての。そして。あ、キッチが。っていう暇つぶしですね。暇つぶし。この薬物系のゲームを6時間もやってみろ霊夢よ。6時間。そりゃメンタルもおかしくなってくるってマジ。でもマリサさんが勝手にやってるんでしょ。まあそれを言われると何も言えねえんすけど。まあとにかくだ。このゲームをこれでもかこれでもかとたくさんやってると。一般的にはクソゲーだと言われているこのゲームでさえも。なんか良作に感じてきてしまうという今日この頃でして。完全にやられてるじゃないの。否定できませんねほんと。ってことでの次のエリア。ここは傾斜を十分に検討しながら、オラッとジャンプの、さらにオラオラッと、おいこらどうでもいいけどちょんまげ勝手な行動すんなよマジで。ちょんまげねえ。ほんとなかなか言うこと聞いてくれないんですよねー。セレクトボタンで徴収できること知らなかったらマジで詰むなこれ。確かに。ってことでコロスケの動向には十分緊張感を持って対応しての。そしていつでもセレクトを押す検討で、セーフ、ギリ通過した。ってことでのそろそろ本番。また本番なんですか？ここからはちょっと初見の情弱にはキビー感じになってましてですね。どうキビーってさ。ここは上と下の分岐になってて。上は敵がいての下はトゲ地獄。こんなのどうすんだマジでオラってなるんだけど。でも実はこのブロックが動かせるっていう仕掛けになってての。あー厳しいやつ。からのここで重力反転の。これは知らないと倒れないルートかもしれないですね。そもそもこのゲーム、この天地反転術を使えるってのが前提だからなマジ。
ちなみにそれは説明書に書いてあるんですか？さすがにそれは書いてあるみたいですね。でもあの当時のガキンチョは説明書なんてまともに見なかっただろ。まあそうだねー。ってことは実質ノーヒントだろ。実質かどうかわかんないけど、厳かったんじゃないですか？まあ、こうか不幸か、私の周りにはこのゲームを持ってる人がいなかったんで。あの当時にこのゲームがどういう扱いだったのかってのはリアルには知らんのだ。まあ、ネットではクソゲー的なレビューがかなり多いみたいですけどね。でももうクソゲー的な判断もできなくなってきてるんでしょ？ほんとそうなんよ。もうクソゲーの検討はできなくなってきました、霧雨総理。またダメな総理が。っていう雑談をしていたらいよいよ次のエリア。どんな感じなのか。あーなんか怖い。ここは強制スクロールステージ。なんとかここは一番右上のところまで。慎重かつ大胆なジャンプで。おら、失敗。何クソこの今度こそ。おら、起きちゃった。あー。でも、戻ってきまして。やっぱり懲りない。この、今度こそ。おら、いて。これは無理かな？いや、何クソ。でや、お、成功した。そしてこのでかいのは何だっていう話なんだけど。敵？敵だと思わせといての。単なる変なやつでしたとさ。また出た変なやつ。確かに変ではありますからね。そして左上の扉まで行けと。なんか上に落ちそうな予感。まさかよ。ほんとかねえ。落ちちゃった。やっぱり。でも今度は上に落ちないように重力を通常に戻してまして。最初からそうすればよかったんですけどね。まあそういう情弱なんで許して。そして今度は？何やらいろんなところに扉があるという不気味。相変わらずドラッグの香りしかしませんね、マジ。ドラッグねえ。そしてこのアホほどある扉。ずっと左上に進んでいくと正解の扉があって。で、ここで重力をこうして。またおかしな動きが。そして次。ここで変なカーリングみたいのをうらっとやって。動かないじゃないの。おかしいなぁ。と思ったらちょんまげ落ちた。ちょんまげ。そして戻る途中。出た。でも今度はちょんまげセーフの。そして発明はスルーしての。また怖い BGM が。今度は何が待ってるんでしょうかね。まずはさっきと同じ感じで自動スクロール。そして慎重に重力操作をしましての。ここは大丈夫そうだ。そしてこの上ではどんな奴が待ち構えてるのか。あー、これはきっとボスか何かが。なんか赤いのが見えてきましたね。ってことでここは戦闘準備マリサと思ったら単なる変なやつでしたとさ。だからさ、また来た。あー、情緒崩壊が。そりゃこんだけ変なやつばっかり出てきたらそうなるってマジ。まあわからないでもないけども。ってことで結構終盤戦までやってきたでしょうか。確か最終エリアは7階だったはず。今は5階だからもう少しだ。ってことでここは今までの中では一番情緒安定系のステージ。どんだけ今まで不安定系だったのよ。でもまたここで不気味なハロウィンのカボチャ。ここで下を押すと、なんか豚ゴリラがですね、塔のてっぺんで捕まってるから助けてくれっていう話。ほう、なるほど。って今思ったけどさ。何さ。豚ゴリラってさ、うん、ほとんどいじめレベルのあだ名だろ。まあそれは言えてるかも。もしもマリサさんが豚ゴリラっていうあだ名だったらどうします。あー、マジでそれはキビーですね、マジ。おい、豚ゴリラーって呼ばれただけで屈辱だろ、マジで。豚にゴリラだからねー。でも豚ゴリラっていうあだ名は自分で希望してたとかなんとか。そうなの。でも豚って呼ぶと怒られるらしいぞ。へえ。っていうトリビアでした。そしてやってきました、今回最後の発明タイム。あのゆらゆらのキテレツ大百科に乗って。そしてここで下を押して、強靭ガンの発明を、くる？このやろ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 、まだか。
この野郎マジでなめんな、おらできました。だからあんたが一番怖いんだって。で、今作った強靭眼は何に役立つんですか？ああ、その効果なんすけど、何やらコロスケが近くにいるとキテレツが無敵になるというかに。ほう。でもコロスケの暴走モードはいつも通りだから、ちょんまげの崖転落にはマジで注意なり。絶対なりって言いたかっただけのやつ。そしてボス戦。でもボス戦って言っても今までの使い回し的なあれなんで、下から弾をラッとやる感じですね。そうっすね。ってことでかかってこい変なテレビ。全然こっちに来ませんが、なんだってよあの変なやつ。全然攻撃してきませんねー。マジで早くこっち来てもらえませんかね、マジで。おら、ってやっと来たか。あ、ちなみになんですが、うん、このボスを倒した瞬間に落ちてきたテレビに当たるとやり直しになるらしいので、注意が必要なり。だからなりって言いたいだけでしょうよ。で、あと2発くらいかな。あと1発かな。また毒後かな。退治しました。そしてこのテレビに乗ったらまた状況不安定系なり。やってますねー。そしてこの後はいろいろラストのやつ。ついにこの状況系も最後ですか。ここを上に登ったらラストの7階でですね。そして定期のテンテン BGM のテンテンねー。からの気になる左上にあるキテレツ大百科。今回も発明かと思いきや、ここでなんとキテレツ祭様が現れて、お前に一番大切なものをあげようってなっての勇気をもらえましたとさ。勇気ねえ。ってどう見てもなんかカオスな剣。しゃがみながら剣を振るからなおさら。しかしこの謎の剣、このゲームで唯一無双できる瞬間でして。ほう。こんな感じで雑魚敵は一撃でさようなら。 BGM も珍しく情緒安定系じゃないですか。あ、ゲーム作った人も変な注射やめたんじゃないすかね。あんたの情緒も十分おかしいでしょうよ。で、そんなアホな話も言ってられないんですよね。いよいよラスボスだからな。おー、ラスボス。ってことで出てきましたラスボスのレンズロボ。このボスも全部でも初攻撃を与えたら倒せるようです。よし、では変な剣の本気。変な剣って何気に右下の牢屋にミヨちゃんたちがいますねー。ほんとだ。ってことでやりました。おお。ついに情緒系アクションを制覇してやりました。エンディングがちょっと気になりますが。で、この BGM はさっきどこかで聞いた感じがしますね。使い回しのやつかな。そんなわけで無事に家っぽいところに戻ってきたのはいいんだけど、空にはまた薬物系の雲らしきものがありまして。ありえない形の雲がある。そしてここから注目のエンディング。どんなエンディングなんでしょうかね。やったなり、帰れたなり、脱出成功なり、とコロスケ。そしてキテレツは長い冒険だったなぁ。ってなって。からのとんがりは定期のマザコンと悪夢のトラウマの状況で。マザコン。そして今回の夢見鏡事件の戦犯疑惑の豚ゴリラ。確かに夢見鏡を勝手に使おうとしてたもんねー。で、豚ゴリラは何があったんだ的なことを言ってるんだけど。でもキテレツは優しいからとにかく無事でよかったなって言って。だけどこのちょんまげよ。ちょんまげですか？豚ゴリラはキテレツ地獄に行くべきなりとかって言ってるけども、なんならちょんまげのせいで謎に無事くなってただろ。まあミヨちゃんがいた時も無事かったしねー。ってことで一番わかってないと思われるこのちょんまげ、そしてちょんまげを擁護するこの幼女。幼女、お前ら二人は絶対許さんからな、マジで。おらで、予習し勘違いしているコロスケってことですね。そうなりますね、マジ。そんなわけで今回の夢見鏡戦犯裁判の判決を言い渡す。裁判だったのね。A 級戦犯はちょんまげ、 B 級戦犯は幼女、そして C 級戦犯は豚ゴリラとマザコンになりましたとさ。名前の治安がひどすぎる。で、マリサさん、マリサさん。おー、なんですか、おら、また偉そうに。今回のキテレツ大百科の感想はどんな感じでしたか？そうですね。やれ、情緒系だ、薬物だ、サイコだといろいろ言ってはおりましたが、被害者系実況をやってる私としましては、意外と楽しめたという謎の情緒になってるというのがですね、
被害者系実況。まあでもないこうでもない言いながらも BGM は良かったですしね。そうなんすよね。まあキテレツっていうブランドにも助けられたんじゃないですか。ああそれもありますね。まあもしもこれからキテレツ大百科をやろうという方がおりましたら、ちょんまげと幼女には十分に慎重と検討を重ねていただき、そして常に緊張感を持って検討を加速するようにしてくだき。ただただ検討って言いたかっただけじゃないの。そうでした。っていうゾウゼイマリサですね。ゾウゼイマリサ。まあそんなこんなで敵の名前が流れておりますが、敵の名前なんて完全に興味ないもんねになっておりますので、本日はこんな感じで情緒系ラジオを終了しようかと思います。情緒系ラジオだったのね。あと大晦日の夜はサブチャンネルの方で何らかのライブ配信をやろうと思ってるので、もしもやることねえなーっていう方とかがいましたら、一緒にカウントダウンで年越しなんかもできたらいいですね。っていう連絡と、はい、業務連絡でした。ってことでここまでご覧いただいた皆様、本当の本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回の恨みか何かかはわからんですが、またなんか楽しそうなゲームを選んで動画を作りますんで、また遊びに来ていただけると幸いでございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。というわけでいよいよ2023年も終わりそうですね。そうっすね。視聴者の皆さんには本当に感謝じゃないですか。いやほんとマジのマジでたくさん支えられました。来年もこの情弱を何卒よろしくお願いします。情弱ねえ。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。それじゃあ、またねー。